皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作役チャンネル、どうもご視聴ありがとうございます。まあ毎日、暑い日続いてますけども、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まあ福島県もようやく7月の末に梅雨が明けたんですけれども、まあ今年は本当に梅雨が長く感じたんですけど、まあそれは去年の梅雨が、本当にあっという間に明けちゃったんで、まあそれに比べるとちょっと長く感じたのかもしれないんですけど、まあその梅雨の間本当にドヨーンと曇って、で雨がこう毎日のように降って、気温もそんなに高くなくて、まあ最悪の夏といいますか、であった1993年に迫るような、本当にこう憂鬱な梅雨の日々だったんですけど、まあようやく7月の末に明けまして、まあ随分長かった感じはしますけど、まあ平年からはこう5日5日くらいしか遅れてはいなかったんですけどね。でまあ梅雨が明ける前と、まあその梅雨明けのタイミングの間に、まあまたアンモナイトセンター行って化石の発掘体験してきたわけなんですけれども、まあこのところですね、ちょっとアンモナイトの産出っていうのがちょっと伸び悩んでるんですけれども、まあ出にくかったらば、まあ出ないものをずっと探しててもなかなか出ては来ないので、まあちょっと狙いを変えて、最近はサメの歯を狙って、掘ってるんですけれども、で体験発掘場のどの辺からサメの歯がよく出るのかっていうと、体験発掘場のこの地面ですね、まあこう斜面になってますけど、斜面からこう立ち上がってる壁の下のこの、だいたい20センチから30センチあたりの範囲をこう端に持っていきますと、サメの歯がよく見つかります。でまあ最近、出たサメの歯としましてはこんな感じなんですけれども、まあ長さにしてだいたい2センチから3センチ、先端から歯の根っこまで入れて3センチくらいのものが結構出てます。でこちらがプロトラムナというサメですね、はい。でこのメインの歯の下にこう本来はこの歯の字に根っこがあるんですけれども、こちらの左側のちょっとの方がちょっと欠けちゃってるんですね、これはね、はい。でこちらに来まして、この4つは全てクレトラムナというサメの歯になります。まあちょっと形はいろいろ様々なんですけれども、まあ、全部クレトラムナですね、はい。でこっちの端っこにちっちゃいのがあるんですけれども、これがスカパノリンクスといいまして、まあ、現代にもいるんですけど、ミツクリザメの仲間になりますね、はい。でまあ、ざっと見て、結構大きめの歯が出てはいるんですが、いずれもですね、どこかしらちょっと欠けちゃってる状態で、こう完璧なものがなかなかちょっと出ないんですけれども、まあそれはですね、地層の中に直接こういう歯が埋まってるもんですから、どうしてもその地殻変動で、強い力がかかったりして、そこは化石が壊れちゃうということで、なかなかこう綺麗な完全な品が出ません、はい。まあ、その他こういった貝の化石っていうのは比較的簡単に見つけることができます。こちらイノセラムスですね。そしてこちらがアピオトリゴニアという三角貝ですね。それからアンモナイトセンターではこちらちょっと黄色っぽいのが見えてるかと思うんですけど、琥珀ですね、はい。まあ、宝石なんかにも使われる琥珀なんですけれども、これはそんなに大きくなくて、まあ2ミリから3ミリですかね、大きさ的には、はい。でも結構透明度が高くて、綺麗なものなんですけれども、まあ石の中に、画面中央見えますかね、ちょっと
と分かりにくいかもなんですけど、画面中央にちょっとやや光って見える感じでこう石の中に埋まってます。はい、これ琥珀ですね。はい、で琥珀には蛍光物質が含まれてまして、こちら、ダイソーで売ってるマジックライトという、まあ先端にこうブラックライトの LED がついてるんですけども、これはこう青いこういうブラックライトの光が出るものなんですけれども、この琥珀に含まれている蛍光物質がこのブラックライトに反応して発光するんですけれども、ちょっとカメラに見えてるかどうかなんですけど、この状態からブラックライトを当てると、その琥珀がちょっと青っぽく光って見えるんですけど、はい、わかりますかね。でこれまあ単体でこう当てると光ってるかどうかちょっと分かりにくくなったりするんですけど、この石に埋まった状態で、ブラックライト当てると、はい、こんな感じでちょっとこう青っぽく光ってるのが分かりますかね。はい、これでまあ琥珀かどうか判断するっていうこともできますね。まあ、アンモナイトは出ずともですね、まあ、こういった面白い化石がたくさん出ますので、まあ、竹発掘にぜひ参加していただきたいと思います。でその時にですね、やっぱり夏、まあ、梅雨明けてだいぶこう毎日暑い日が続いてますので、竹発掘場、まあ、基本屋外で、屋根もありませんから、直射日光が当たったり、まあ、湿度が高かったりすると非常にこう熱中症のリスクが大きくなりますので、その時はですね、こまめに水分を取るっていうのが、まあ、最低限の熱中症対策になるんですけれども、まあ、その時あった方がいいかなというものが、まあ、こちらですね。はい、まあ、こちら薄手のこうタオルになるんですけれども、まあ、こちらクールタオルですね。はい、こう水で濡らして、軽くこう絞ってで、こうやって何回か振ることによって、こう首に当てますとね、こう非常にこうひんやりして気持ちのいいタオルなんですけれども、こういったクールタオルがあればなお、まあ、熱中症のリスクをね、少しでも下げることができるかなと思うんですけれども、それからこの頭にかぶってるものですね。はい、こちらの下履き帽と言いまして、まあ、ヘルメットをかぶる下に、まあ、これも、クールタオルと、まあ、同じような生地で作られてまして、水で濡らして絞って、で、かぶることによって、こう、涼しくなるものなんですけれども、こういったものはですね、まあ、必須ではないですけれども、あればなおいいかなっていうものですね。はい。まあ、このクールタオルに関しては、まあ、普通のタオルでもいいんじゃないかと、まあ、思われるかもしれないんですけれども、まあ、普通のタオルですと若干これよりも厚手になりますよね。なおかつそれで、まあ、水で濡らして、こう首に巻きますと若干このクールタオルは圧迫感がある感じかなと思うんですね。でクールタオルに比べるとさほどひんやりとした感じは受けられなくなります。なので、まあ、こういったクールタオルが あれば、なおいいかなと思います。はい。まあ、まだまだこれから、ぜひ続きますんで、まあ、竹発掘とかに参加されるときは、熱中症に十分気をつけて、頑張ってみてください。というわけで、最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ、他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。